こんばんは。どのくらいでしょうか。1ヶ月半くらい、半も空いてないくらいかな。1ヶ月ちょっとくらいですかね。こんばんは。ああ、生きてるから配信してるよ。すいません。ちょっとね、間が空いてしまったの。ちょっと、あまりにも間が空きすぎちゃったので、そのご説明をしようと思い、今日はちょっと配信をね、はい、つけましたよということですね。はい、そうです。まあ、忙しかったよっていうのもあるんですけど、まあ、ちょっとね、ちょっといろいろあったよっていうね、はい、ちょっと、いろいろございまして、ちょっと私のメンタル的にね、ちょっとできる状態ではなかったよっていう状態でした。はい。はい。まあね、すべてが解決したわけではないんですけれども。はい。まあちょっとね、落ち着いてもないけど、まあまあまあ、そうですね。はい。って感じです。ということでね、まあそんな感じで、ちょっと、はい、ちょっと間が空きましたよという。そして、まあちょっと今日ね、ご説明するためにも、こうやってね、配信をラジオでつけたわけなんですけれども、はい、なんと言いますか、まあ、またね、次いつするかはちょっと分かんないよという、はい、ギフトありがとうございますね。えちょっとねはい、そんな感じでした。あ、でもね、ちょっとみんなに聞いてほしいことがあって、最近の近況をね報告しようと思う。親知らずをね抜きました。はい、ギフトありがとうございます。まあね、もうちょっとしたらもう片方も抜くんですけど、下のね右の親知らずを1週間前にね抜きまして、まあ顔が腫れ、はい、痛か、いやそんな痛くなかった抜く時が一番痛くて、その後は別にそんな、うん、そんな別にだったっていう感じでした。はい、まあ結構晴れたね。うん、あ、お仕事戻ります。気をつけていってらっしゃい。はい、まあ生え具合ですか、ちょっとだけね頭を出して、でもほとんども真横に向いてて、はい、どっちもね下の歯なんです。上の歯はねまだ生えてないんですよ。はい、で何のさして影響もないので、今のところ抜く予定はございません。どっちも下でね、どっちもちょっとだけ頭生やしてて、ほとんど横向いてて、ちょっとねなんか右の奥のところがね腫れちゃって、そうずっとね痛かったんですよ。そうずっと上の歯って噛んでる状態で痛くて、そう病院行ったら、そうじゃあレントゲン撮りましょうねっつってレントゲン撮ったら、まあ見事に横向いてまして、そうで抜きますかどうしますかってなって、まあ正直これから痛いこともまた出てくるだろうしと思って、そうあー抜きますって言って、そう一本ね片方とりあえず、そう抜いて、まあ、今度またもう片方抜いてって感じ。明日ねちょっと糸をバシ、あの歯茎をね、そんな全部生えてたわけじゃないので、歯茎を切って、で歯を割ってちょっとずつ出したので、ちょっとね糸を抜きに行く取りに行かなきゃいけないの。仕事に影響はなかったよ、マスクしてたし、そこまで、そうそうそう、大きい病院で抜いてきました。
でもね、なんか病院の人にもね、なんか痛いから覚悟してての、本当想像の2倍は2倍は痛いし腫れるから覚悟しといてね、2倍3倍は痛いし腫れるよってね言われたんですけど、痛くはなかった。そんな腫れはしたけど、そんな、なんかやばい何も食べれんっていうくらい痛くはなかったし、多分私は全然痛くないタイプの人間なんだなと思って、そう普通にめっちゃご飯食べてました。まあ口は開かなかったけどね。うん、そんな感じです。はい、30分で終わりましたよ、手術。うん、麻酔とかなんか同意書とか書く時間ってもうちょっと短いかも。うん、そんな感じです。私の近況報告です。はい。すいません。なんかほんと1ヶ月ちょっと配信しなくて。先生がね、まあ上手だったんでしょうと思ってます。やっぱり、上手だと痛みも少ないし、腫れもそんなにないよっていうのを聞いたことが、なんかインスタのなんか歯医者さんが言ってた。インスタで見た。そう、歯医者さんが言ってたんで、あ、上手だったんだなと思って。そう、ちょっとね間が空いちゃって、でね、ちょっとまた次いつやるかもわかんないし、ちょっとね本当にまた間が空いちゃうかもしれないんですけど、あ、体は元気です。はい、体はものすごく元気元気元気いっぱいちょっとね、いろいろございましてね、ちょっとメンタルの方がやられておりましたよっていう、あ、忙しかったのもあって、ちょっといろいろございましてね、メンタルがちょうどねっていう状態でした。はい、あー、はいちょっとね、後から来た人に説明しますと、はい、まあ変わらずですね。はい、でまあね、それもなんか、まあまだ落ち着く、完全にはちょっと落ち着いておりませんので、ちょっとまたなんか本当にまちまちと言いますかはい、今日はね、そうだから、近況と、なんで休んでたのかなっていう説明をしようかなと思って配信を始めました。いやー、なんかこんだけ間空くとさ、みんな引かなくと忘れてないかなって心配にもなるさそうそうそう引かがやらないだけ、やってないだけなんで、勝手に、いや、じゃあ配信やれよっていう話なんだけど、そうでもね、そうやっぱりみんないなくなっちゃうと寂しいなと思って。ね、そんな感じで、ね、誕生日迎えたよね。ハッピーバースデー。私が配信やってない間に誕生日を迎えた方、ハッピーバースデー、誕生日おめでとう。みんな覚えててね。そう、そんな感じです。してね、もうね、本気で髪の毛をね染めないとやばいのに、ずっとなんか、あ、髪の毛伸びました。あ、そうそうそう、ゆうなさんにもそう会えたんですよ。そう、ちょっとね、お仕事のとこに来てくださって、知ってるんだね。なんかナナさんがなんかで言ってたのかな。そう、経緯？経緯って何ですか？何の経緯だろう？何の経緯かな？ヒカルもカラオケ行ってない、行ってない私仕事してた。ゲストありがとうございます。ユーリーさんも行ってた？本当？嬉しいな。
なんだっけ、あ、旅行の時、あ、そう、染めなかったの。そう、ラジオで言ってたの。もうね、二人ともね、来てくれたんだけどさ、もうオーラがすごいの。そう、オーラがもう素晴らしくてですね、輝いてたね。なんかもう幸せだった。そう、髪の毛をね、今さ、写真こんなんじゃん、あの、なんていうの、画面の写真こんなんじゃん。あの、今これより伸びてるよ、私。周りのお客さん騒いでなかった。あ、その日ね、ちょうどね、あのお客さんがね、ちょっと少ない日で、うん、そう、来てくれた曜日がね、まあ少ない、はい、いつもよりなんですけど、そう、お客さんが少ない日で、髪の毛染めてない、染めなきゃいけないんだけど、そう、もうなんかすごい伸びちゃって、やばいね今ね。でも髪の毛はめちゃめちゃ伸びました。ついでに前髪も、前髪もね、ずっと切ってない。そう、3月からずっと手をつけておりませんので、伸びに伸びて、髪の毛もね、鎖骨下くらい、今鎖骨2センチ下くらいまで、そう、伸びまして、本当にね、ちょっとね、髪の毛染めんとやばい。キラキラ染めたみたいになってるのかな。いや、まだそこまでじゃない。でもね、どのくらいだろうな、7、8センチ伸びてるかも、黒いところが。そう、もうね、髪の毛ボロボロです。すごいね、お手入れはしてるんですけど、まあさすがにね、ボロボロになっちゃうね、やっぱりブリーチをこんだけしてると、ね、髪の毛を染めに行かねば。こんばんは。こんばんは。そんな感じかな、最近の近況は。あと、なんかあるかな、なんもない気がするんだよな。なんかあるかな、なんもないかも。なんかあるかな。なんもない。あ、でも最近あったかくなってきましてね、なんならもう半袖でもええんじゃないかっていう、昼間はっていうくらい暖かくなりまして、はい、なんか衣替えをしなくちゃいけないかなと思いつつ、弁当作りはね、今ねちょっとねお休みしてます。はい、桜はね見れましたよ。そう、衣替えをしなきゃなと思いつつ、でもなんか寒い日もまだあるから、なんか、うーん、寒い日もまだあるからどうかなっていう感じです。でも本当にもうね、だんだんね、あったかくなって、暑くなって、夏日だからね、もうね、上京はしてないですよ。言っときますね。上京してないです。はい。まあね、したかったんですけど、私の、
1年前の予定ではする予定でした。もうしている予定でした。今月はもうね、東京とかまあどっかね、その関東圏にいるはずでした。無理でしたちょっとね、スケジュールがね、いろいろ狂いまくっててですね、まあまだまだ先にな、ちょっとまだ先になるんじゃないかなって。というかもうね、最近の私の心配、私自立できんのってね。そう、マミーに言ってたの。私だから自立できんのかな、こんなんで。もうなんかメンタル弱すぎてやばくない？もうなんか豆腐じゃないメンタルって何メンタルっていうのっていう話をするぐらいメンタルもボロっちくてですねそうそうそう、あ、自立できんのかな私って話してたんですよ。さ、マミーはね、そしたらじゃあずっとうちいていいんだよって言うけどね。プリンはだって豆腐と変わんなくない？そんな。湯葉かな、高野豆腐な、何メンタル本当に。マジでなんかね、もうメンタルが本当弱すぎてね、はあダメだってなるの。あ、私これからどうやって生きていくのレベルでメンタル弱すぎて。そうだから私のメンタルは何メンタルっていうのかねつって話してた。あ、まあしばらくはね、ずっと石川にいるでしょう。まあわかんないけど、なんか結局光ってなんだろう、気分屋でもあるし、なんかパッと決めてパッとやったりするタイプの人間で、本当にわかんないので、急に東京出ましたとかはまあ、基本的にはね、そういうのって全部下見をして家決めて、でまあお金もかかるしっていうので、ね、まあそんなパッて決めてさーってできるもんではないけど、まあ本当に完全に決めてできる状態になったらね、急にするかもね、分からんけど。そんな感じ。ヒカルはそんな感じ。ギフトありがとうございます。本当にね、困ったもんじゃね。今ね、お部屋がね、汚くてですね、ぐちゃぐちゃなんですね。そう、片付けなきゃね。なんかフレッシュやつ抜いたのは痛かったから。あ、そうそうそう、痛くなかったらね、多分生えてるのも気づかなかった私そう、生えてると思ってなくて、ああ、親知らず抜かなくてもいけんじゃないくらいの気持ちでずっと、なんかなんもないし、と思ってたら、急にね、ちょっと右側がね、ほんと腫れて、ポンポコリンに腫れまして、何するにも痛くて、って感じだったので。あ、顔が腫れたわけではないんですよ。歯茎がね、すごく、周りが腫れて。生活は楽しんでる。あー、楽しんではないな楽しんではないけど、まあまあまあ楽しい時もあるし、楽しくない時もあるしって感じだから、家にいてもも目といる時間が一番幸せ。そう、急に来たんです。急に来ちゃって、腫れて、そうでね、病院行って3
見てもらってっていう。ナナさん、ゆりさん、たくさん話できた。あ、結構ね、できましたよ。お店もそんななんかすごい忙しいタイミングとかじゃなかったので、はい、のんびりちょっとお話もして、はい、仕事もしてって感じで。うん、ね、左はいつ抜くのか分からんけど、今だからね、お口の中見たらね、黒い糸がねあるの。仕事の後あたりしてないです。うん、こんばんは。黒い糸がね、お口の中にあります。はい、コナン君まだです。今年見に行かなそう、なんかこの調子だと。うん、本当は見に行きたいんだけど、めちゃめちゃ見に行きたいんだけど、なんかこんなすごいマジでこんな調子だと見に行かないなと思って、今年はちょっとね、ゴールデンウィークは忙しそうだし、何気にね、私あのバイト初めてね、初めてのなんて言うんですか、ゴールデンウィークでして、バイトを始めてから、はい、ちょっとね、どんな感じになるのやらっていうことで、ちょっとお店の人にね、ああもうゴールデンウィークだねと、ゴールデンウィークお店出れるのって言われて、ああ全然もう何も予定ないんで、ああ全然どこでも大丈夫ですって言ったら、ゴールデンウィークはね、忙しくなるからね、もうね、覚悟しといた方がいいよって言われて、ああ忙しいんだと思って。私5月の末くらいにねバイトを始めたので、はい、もう毎年忙しいからね、やばいよっつって言われました。だいぶ観光客は戻ってきたのかな。うん、結構戻ってきたと思うよ。今ねやっぱりゴールデンウィーク前だからちょっとやっぱり少ないけど、うん。今ねまた多分ゴールデンウィーク近づくにつれて戻ってくると思うし、ゴールデンウィークはねきっとたくさん来そう。なんかね、去年のゴールデンウィークはねパピーとね久しぶりに2人で買い物に行ったんだよね。お洋服見て、お靴、お洋服と靴と腕時計と買ってもらって、お寿司食べてでね、あと映画も見に行った。あ、うん、そう、それでね、そう、去年はねゴールデンウィークパピーとね映画を見に行ったんだよ。え、パピー連れてってパピー映画連れてって、そう、去年の映画なんだっけ、名前出てこんわ。去年、もう出てこん、あー、サブマリン、サブマリンが見ました、パピーと一緒に。そう、帰るってなったんやけど、なんか話してたらコナン君見てないわ、見たいなって話した、じゃあ行くかってコナン君を見に行って、そうでね、その時に買ったジュースをね写真撮ってさ、あざがマミーに見せたらさ、カップルみたいなさ写真の撮り方してんの、ジュースをね2つ並べて何してんねん何してんねん、ね、かっちゃんね休みじゃないと思う、わかんない、でもまあずっとじゃないと思うから、どっか1日2日はね休みあったらいいなという期待も込めて、
あると思うから、なんか予定が合えばね。まあパピも仕事してるし、うん、こんばんは。サブマリンね、面白かったね。あれはサブ、でも私犯人途中で分かっちゃったから。そう、珍しく私が犯人を途中で分かっちゃうという。うん、そんな感じでした。お洋服見たいし、靴も見たいし、最近ね、お洋服をね、ほとんど全く見に行ってないね、こうしばらく。うん、あんまりね、なんかスーパーとかばっかり行ってて、ね、よいしょ、こんばんは。あ、炭酸水飲んで正解、よくわかったね。一気に夏物になりそうね。ね、まだ春服を楽しみたい。可愛い春服を楽しみたい。でもあれなんだよね、今さ、お昼暑いけどさ、夜になるとさ、ちょっとさ寒くなるんだよね。そう、だからなんか難しいね。最近はね、なんか急に柿の種がねすごく好きで、柿の種をね食べたりしてます。梅しその柿の種、私ピーナッツ嫌いなんだけどね。はい、柿の種をね買って、そう、なんかちょっとつまんで、だからさ、なんかさ、なんかね、ほら、あの、なんちゅうの、あの、ほら、親知らず抜くとさ、もうさ、痛いからご飯食べれないよとか聞くじゃない？あ、聞かないかな？私は聞いたことが、多分ね、もうね、痛すぎてご飯食べれないし、ほんと食べるのも大変だからって聞いてたんだけど、私ほんとマジで何も大丈夫で、すっごい食べまくってたら、まあ見事に太りまして、久しぶりになんかこんな体重見たなっていうレベルでちょっと太りまして、はい、ご飯だけはね、なんかしっかり食べてるね。お菓子食べたり、なんだろうね、だからマジで全然痛くなかったわけじゃないんですよ。痛かったんですよ。そう、痛かったんです。痛かったけど、なんだろう、まあ薬飲まなくても痛み止めをねもらってたんですけど、まあ痛み止め飲まなくてもまあいけるなっていうくらいには、まあ痛くなくて、そんな、私はね、まあ人にもよりますから、こればっかりは。そう、私が鈍いのか先生が上手で、私が痛みが少ない症例だったのかはちょっと分かんないですけど、はい、そんな感じでした。ありがとうございます。筋トレ、あ、筋トレはね、今日から久しぶりにちょっと始めました。もうね、そのなんていうの、はい、サボってたのでしばらく、ちょっと本当にやべえなって思ってる。うん、ちょっとやべえなって思った体を見て、筋トレしなきゃなーって思った。なんかさ、もうこれもさ、親知らず抜いたらさ、なんかまあさ、さすがにさ全力で動くと痛いわけ、
まあ別に我慢できるから、でもなんか痛いなと思いながらでもまですることでもないなと思って、筋トレもそう有酸素運動もって思ったらさ、いいやと思って、ダンベル、あダンベルあるよ、うち2キロのねダンベルがうちにあります。はい、オレンジ色のダンベルが、こんばんは。だからなんかお菓子だけねすごい増えてくんですけど、まあ、手つけてないのもあるよって。今ね手つけてないやつで言ったらピュレグミの何味だこれ、あ幸せ桃ソーダね、幸せ桃ソーダ味、あとはマロッシュのいちごヨーグルト味ね、これが美味しそうだね。はい、手つけてませんけど、そんな感じ。きっとちょっとずつちょっとずつ食べます。私はThis is my fight song This is my fight song Take back my life songグミ以外のおすすめ知りたい。柿の種梅しそ味、あとはあとなんだろうな、最近何食べたかな、お菓子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 、ハーゲンダッツアイスハーゲンダッツアイス、これねあの口開けれないときすごいね助かりました。そう親知らず抜くとさ、やっぱりささすがに大きい口開けると痛いのさ、だからねちょっとだけ口開けながら食べれるものってさすっごい助かるの。だからカップのアイスじゃないとダメだなと思って、もうすくって口の中入れれるもの、もうなんか噛みつくことなんかちょっとできないから、そうだからハーゲンダッツを買って、抹茶とクッキー&クリームといちごと買ってそう食べてたんだけど、すごい美味しいなと思って、そう親知らずを抜いたんです。片方だけ右下、今度左下を抜けます。そうそんな感じ。あとポテトとか食べてたね、食べやすいもの万歳って感じだった。うん、でパンとか食べるときはすごいちぎってちぎって、あのちっちゃい口でも食べれるようなあのにちぎってちぎって食べてた。そんな感じ。ヨーグルト食べなかった、なんかあったんだけど食べなかった、こんな感じでしたね。そうなんかね、あの糸で塗ってあるからかわかんないけど、口開けるとすごい糸が引っかかる感じして、あれでも今しないな、まあなんかねちょっとねあの口が開かなかったんです。開けたらちょっとそうっていう調子乗るとかな可能するの明日ね、糸抜いてくるの。うん、マック、あ、チキンタツタなんだね。おー、コナン君。マックね、今さ、ベーコンポテトパイとかも出たからね。食べたいな。そう。そんな感じでした。あとはなんかさつまいもをなんていうの、茹でて焼いてバターで焼いてお砂糖絡めて
あれ違うな、あれいつもだ。いや食べた食べた、それをねちょびっとずつ頬張ってた。美味しいよあれ、なんか甘口美味しいよ感想がすごく適当なんですけど、バシしたら普通の生活。あ、もうほとんどね糸抜いてないけどね、ほとんど普通のご飯食べてます。ほとんど普通のご飯って、ずっと普通のご飯食べてたんだけどずっと普通のご飯食べてたけど、あのなんだろう、普通にもうほとんどあの口あ、まあそう違和感はあるけど口開けれるし、あのまあ右あの抜いた方じゃなければ何でも噛めるから、はい、口が開かないこともないんです。もう普通に焼く、あ、うん、だからまあほとんどない。そう、抜いた側でちょっと噛めない以外は何の影響もない。うん、全然だから腫れもほとんどほとんど、まあ完璧に治ったわけじゃないけど、ほとんど治まりました。よし、40分になったらね、ちょっと歌歌って配信終わります。抜いてから1週間です。今日で1週間経ったかな、ん、今日明日、まあちょっとわかんない、1週間です。でもうん、ほとんど1週間ですね。だから全く痛くないわけではないけど、もうなんかほとんどもう違和感がないレベルには痛くないです。うん、私がね抜いてる時工事中みたいなのってしません？そう、私それがすごい怖かった。なんかさ、レントゲン撮る時もね思ったんだけど、私さなんか大きいものが迫ってきたり、なんかすごい異様な音がするものって、あ、ダメなんだなと思って。レントゲンもさ、なんかすごい急になんか動き出したの、前で大きい機械が、はあ、なんかもうなんかちょっとどうしたらいいんだ、なんかキョロキョロしちゃう。そうでね、そうなんかキー言って歯削ってるし、あれやばいね、私ダメだ、あれが怖かった。で、そうで抜くとき、あと顔面めっちゃ抑えられて、それがすごい痛かった、うん、でさ、なんか歯にさ麻酔したときにさ、大丈夫ですかって言われたんだけど、そんな何も体影響ないですか、大丈夫ですかって言われたんだけど、すごい動悸がしてやばかったんですよ。で後から、あ、これ何だったんだろう、私その時は言わなかったの、全然大丈夫だよ、すぐ収まったから、何なんだろうと思って調べたら、意外とよく麻酔するとね、あの歯医者とか麻酔するとね、あの大丈夫、なんか意外とあることみたいで、そうだから、それがちょっとダメだったってね、怖いよねあれね。そうそう、割って割って抜きました。すごい削って削って割って抜いて、そう見せてもらった、歯も。そう、先生と、歯気持ち悪いですね、はは言うて話してましたね。そう、なんか初めて、あ、これが動悸っていうもんなんだっていう、なんかなんだろうっていうのをすごい激しく実感する感じの、もうドクンドクンドクン、もうなんか耳までね心臓の音が響いてて、そうそうそう、それがあれ私大丈夫かなと思ったし、そう、ね、すごい削られて顔面抑えられながらすごい引っ張られたのが、そうめっちゃ力いっぱいするよね。そうそうなんで、それがね痛かったかな、そのくらい。だからね、それを考えたら全然本当に終わった後の痛みなんて別にって感じで、私は大丈夫でした。私は鈍いのかもしれない。
なんか結構多いみたいですね、横向きに生えてとか斜め向きに生えてっていう人は。もやしらす、私綺麗に横向いてたもん。なんか生えてきたのをさ、ちょっと触った時にさ、確かに横向きっぽいなとか思ってたんだけどさ、そうレントゲン撮ったら見事に横向きで、はあ、やっぱりそうなんだと思って。あとの話し会同期した大丈夫だよ。まあ緊張するよね、私も多分そうだと思う誰かさ好きな人とか話すとね、話すって多分そうなる。シェラズデボできるのかな。あ、多分できないです、わかんないけど。あんまり予防って聞いたことない。そうって感じですね。だから次さ、左側抜くのが怖いです。左側の、うん、抜く時が一番怖いな、うん。また痛いぞ。麻酔も痛かったし、麻酔さ、あの初めの1本目は全然大丈夫だった。そうな、もう一つなんかすごい、あの内側かな、口の内側にすごい何本も何本も、なんかわかんないけど打ってたんだけど、それがねなんかねすごい、なんか何本刺すんっていうレベルで、なんかわかんないけど結構長時間かかって打ってたんだけど、すごいなんかそれが痛かった。うんそう、なんか先生にさ、あの痛かったらあの左手上げてください、まあね歯医者さんではよくあるよね、痛かったら手上げてくださいね、全然遠慮せずに手上げてくださいって言われるんだけどさ、その痛みの許容範囲がどこまでか分かんないからさ、上げれないんですよ私は。そうでも結局痛みなんて人の感じ方だからちょっと分かんないんだけど、そうみんなはそのどのくらい痛いと感じたら手を上げてるのと思って、だからそれが分かんない分にはもう私手上げれなくて、あ痛いな痛いな、ちょっとそれ痛いんじゃないとか思いながら何も手を上げずに、そう先生にさっきちょっと抜いた、あの引っ張った時痛かったって言われて、私が苦笑いしたら痛かったよねごめんねって先生もね笑いながらそう結局さ痛くてもさ我慢しなきゃいけないとこは我慢しなきゃいけないから、手挙げていいものかと思って、そう分かんなかった。とりあえず早く抜歯して普通に戻りますように。右手ではダメなのかな。あ、右側に先生いたから。そう、私の右手側に先生がいたので、そうなのであの助手さんのいる左側で手挙げてね。うわ、すごい貫通するとかあるんですか。20時40分よし、これちょっとね、抜歯できたらねかな。でもなんかしばらくはなんか穴塞がらないみたいなのも聞いたことあるから、だからさ仕事場の人にさ、まあなんかその抜いた翌日仕事だったから、ギフトありがとうございます、試験さんありがとうございます、こんばんは。そうまあさ仕事場にいるとさ笑うさ、まあいろいろねいじってきたりなんかいろいろ話したりして笑うさ、だから今日マジで笑わせないでくださいって言ったら、どうしたんって言われて、いやちょっと昨日本当に親知らず抜いてきたんで、口開けると痛いんですよ、別に普通にしてる分には全然大丈夫なので、口開けると痛いんで笑わせないでくださいマジでって言って、歌うのは平気だよ全然大丈夫、お風呂で歌ってる痛い、そうだったら、そうその社員さん
もう、いや俺もさってそう一個抜いたけど、もうあの痛かったからもう片方抜かないって決めたってそう言ってて、ああそうなんだなと思って、そうもう抜かない、痛いよね、そう口開けると痛いんだよね、そう俺はもう脱がない何歌おう、何も決めてないな最近ね、なんか洋楽をね、よく聞くんですよ、そう、洋楽まあ歌えないんですけどね、全然あと最近なんだろうな、あこれこれ知ってる人多いかも、洋楽そうはじあのしっかりなんか私これあの英語わかんないからさ、聞くことあんまりないかなって思ってたんだけど、結構普通に聞いてます最近。彼が言った言葉からか正解を選ぶのが楽になって、本音言う無邪気なペース、適当にごまかしてる、だってどうだっていて笑ってもまだ自分のことを愛したいんだってもがいているんでしょう、きっと間違いだらけのストーリー、溺れそうな夜も一人じゃないから、 Just be by yourself、 ah, yeah. I give you more than words、 give you more than words、どうして決めきれない自分にぐるぐるぐるする、わからないことが多すぎる世界じゃ、賢いふりをしても傷ついたりする、いつからか失敗を避けるのに気になって、本当に欲しいもの諦めて、何がしたいか見えなくて、見過ごして絶望だけ得意になって、それをもう手遅れと決めるにはちょっと早いね、だってどうしようもない時でもまだ自分のことを信じたいんだって気づいているんでしょう、きっと同じような痛みを辿ってく夜が君にもあるなら Just be by yourselfI give you more than words
先は何一つ譲れない、全力で I get it now, get it now、 どんな暗闇であって照らす light、 あなたがいること、転んで泥だらけも仕方ない、やめらんない I get it now, get it now、 そん時見てちゃ何も生まれない、まだまだ We can be now、 いつもただ瞬間にかけてたい、言い訳はもういらない Live only once、 踊り出せミュージックは止まらない、何にも怖くないわ、雰囲気がすごく好きです。かっこいい、ありがとう。おはよう、寝てたの？何歌おっかな。なんかさ、すごいさ、私さ、歌好きじゃん。歌がすごく好きなんだけどさ、どんなにさメンタルやられててもさ、歌だけね、なんか絶対ずっと聴くんだよね。すごい不思議だよね。うん、歌聴くし歌うし、なんか歌の力ってすごいなって思うんだよね。そんな日がある、一人ぼっち感じる日、どこにも居場所がないみたいで下向いちゃう日、その度いつもどれくらい大事か、いてくる君の一言、 Everything's alright、 冴えない nobody、彼のサンバーディ特別になる、 You make me feel special、 世界が私倒しても、言いたい言葉胸刺しても、君がいれば笑う、 That's what you do、 I gonna feel special、 意味のない存在でも、消えそうな存在でも、君の声がすれば I feel love, I feel so special、 隠れたくなるの、向き合うの嫌で、全て意味ないように、自分を消すように座り込んでいる時
目の前に現れた笑顔その手 Everything's alright 最大のバディ彼のサンバディ特別になる You make me feel special 世界が私としても言いたい言葉胸さしても君がいれば笑う That's what you do Again I feel special意味のない存在でも消えそうな存在でも君の声がすれば I feel love I feel so special世界が私としても言いたい言葉胸さしても君がいれば笑う That's what you do Again I feel special 意味のない存在でも消えそうな存在でも君の声がすれば I feel love I feel so special空にある何かを見つめてたらそれは星だって君が教えてくれたまるでそれは僕らみたいに寄り添ってるそれを泣いたり笑ったり繋いでゆく何十回何百回ぶつかり合って何十年何百年も光が星自身も忘れた頃に僕らに届いてる僕ら見つけ合って殴り合って同じ空輝くのだって二人だって約束した遥か遠く終わらないベテルギウス誰かに僕ら肩並べて取り合って進んでく辛い時だって泣かないって誓っただろう遥か遠く終わらないベテルギウス君にも見えるだろう祈りが記憶をたどるたび蘇くれることまるでそれは星の光と同じように今日に泣いたり笑ったり繋いでいく何十回何百回ぶつかり合って何十年何百年昔の光が僕自身も忘れた頃に僕ら見つけ合って手繰り合って同じ空輝くのだって二人だって約束した遥か遠く終わらないベテルギウス誰かに繋ぐ魔法どこまでいつまで生きられるか君が不安になるたびに強がるんだ大地
丈夫、僕が横にいるよ。見えない線をつなごう。僕ら見つけ合って手繰り合って同じ空輝くのだって、二人だって約束した。遥か遠く終わらないベテルギウス、誰かに繋ぐ魔法。僕ら肩並べて取り合って進んでく。辛い時だって二人だって誓っただろう。遥か遠く終わらないベテルギウス、君にも見えるだろう。祈りが空にある何かを見つめてたら、それは星だって君が教えてくれた。いい歌。次最後の曲にしようかな。何歌おう。これが最後の曲です。これ歌ったらね、配信終わりたいと思います。守りたいものがある。この場所で強くなるから、握りしめた拳をまた場では伝わらない。ゆっくりとゆっくりと今その背中を見つめていたんだ。どう生きるかは自分で決めることだとわかった。本当の勇気は優しさだったんだね。泣かないことを決めたはずなのに、涙溢れて止まらなかったよ。寂しいんじゃない、悲しいんじゃない、勇
気をくれたからなんだ。旅立ちを決めた朝、止めることできなかったよ。道の続き違うけれど信じてるよ。勝つことや負けることは何の意味もないんだよ。大切な人守るとき戦えばいいんだ。人と人との摩擦を感じて押し殺してた深い傷跡を夢に変えて愛に変えて全部抱きしめていきたい。大切なものがある。あの時に誓った約束、離れてもどんな時も忘れないよ。誰もが孤独の数だけ心痛めつけ合うんだろう。何度も何度も叫んでいるよ。命を包む愛と絆を忘れない。したらね、ランキングに行きたいと思います。13位キャッパー3時に赤い彗星さん、10位ゆうぼうさん、10位谷口ひろきさん、9位ゆうこさん、8位さるきちさん、7位にしさん、6位ところてんさん、5位かぼちゃん、4位けんいちさん、3位さくらのお友達さん、2位かいさん、1位ゆうたさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。けんいちさん、ゆうたさん、ななたさん、かぼちゃん、絶対あるななやしさん、ゆうたさん、ゆうぼうさん、ムーンストーンさん、赤い彗星さん、ゆうこさん、さくらの友達さん、情報技術研さん、香港の JW さん、キャパさん、谷口ひろきさん、にしさん、
サルキチさん、カイさん、ところてんさんです。ありがとうございます。バレてない方はね、挙手制でお願いいたします。はい、ということでね、皆様ね、急な配信だったんですけど、見に来てくださってありがとうございます。またね、こんな風に、日が空いちゃったりっていうことは全然しますし、次いつやるかもちょっとまだ未定なんですけど、はい、忘れないでいてくれたら嬉しいです。またね、私がね、あ、できるっていうタイミングできっと戻っちゃんと戻ってくると思うので、まあそれまではね、のんびりちょっと間は空きますが、あ、でも本当に元気なので、はい、心配しないでください。皆さんもね、きっと暖かくなったり寒くなったりでね、まあちょっと体調とかいろいろと思いますし、なんかまあゴールデンウィークになるとね、なんかまあ忙しくなったり、まあ、お休みの方もいらっしゃると思いますし、まあ職種によってはちょっと忙しくなったりっていう人も、はい、っていう方もいると思うので、まあ皆さんもね、体調気をつけて、本当にね、みんなありがとう、ごめんね、こんなに長く空いたのに来てくれて、次もまたどのくらい空くかちょっと分かんないですけど、またはい、配信はやめないので、はい、配信はやめません、絶対にやめませんので、はい、配信してたら来てください、はい、またね、こうやって急にパーって始めてっていうことも全然あると思うので、ぜひぜひ皆さん待ってます。それではね、本当にね、こんなに間にもかかわらず皆様ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。はい、親知らず、はいね、ちょっとお大事にします。またね、もう片方抜いて頑張ります。それでは皆様ゆっくり休んでください。早めに寝るんだよ。おやすみ。またね。ありがとう。またね。ありがとう。おやすみなさい。サランヘヨ。マニサランヘー。